こんにちは、ガンちゃんです。今日はですね、ソルケスカウティングレポート2023ということで、仙台大学の辻本凛太郎選手について話していこうと思います。ただいまですね、私仙台に来ておりまして、 JR の、船岡駅の前におります。今からですね、仙台大学硬式野球部の第2グラウンドの方へ行ってみたいと思いますので、それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで今日は辻本凛太郎選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。辻本選手、ちょっと軽く自己紹介とかしていただいていいですか？はい、仙台大学新主将の辻本凛太郎です。よろしくお願いします。出身はどちらになりますか？出身は北海道、富山県で生まれたんですけど、はい、2歳頃に父親の転勤で北海道に住んでいて、はい、もうそこからずっと北海道で育ってます。で、高校は北海高校ですよね。はい、す北海高校の時に一番こう印象に残ってる試合とかプレーとか思い出とかありますか？はい、そうですね、最後の夏、そうですね、キャプテンとして、試合やらせてもらったんですけど、まあ、サヨナラ負け、札幌国際情報高校さんに準々決勝でサヨナラ負けして、すごいやっぱり悔しかったですし、やっぱ本気で甲子園というものを目指していたので、そのまあ試合に負ける悔しさっていうのをやっぱ野球をやる上で大事だなっていうふうに感じました。あ、なるほど。じゃあ甲子園は残念ながら出れなかったんです、はい、わけなんですけど、高校からこう仙台大学さんをこう選んだきっかけっていうか、そういう進路はどうやって決まったんですか？そうですね、5歳上に兄がいて、まあ、兄も北海高校でプレーしてたんですけど、まあ、仙台大学で兄もプレーしていて、まあ、その兄の背中を追って仙台大学を選びました。あ、お兄さんも仙台大学で野球されてたんですね。はい、そうです。そうなんですね。はい、どうですか、仙台大学の野球部に入部して、自分にとってこの3年間ですかね、はい、1年生から3年生のこの3年間で成長した実感みたいなとかってどの辺がありますか？そうですね、まあ、本当高校時代も全然無名な選手で、本当大学来てもそうですね、守備が売りだってはあったんですけど、まあ、大学来て大学生のレベルの高さとか実感して、まあ、バッティングなんかも1年の春秋なんかは内野も超えないぐらい非力なバッティングしかできなくて、そういろいろ悩んだり、自分の中でいろんなこと変えたり、まあ、コーチの小野寺さんともいろんな話をして、まあ、徐々に本当1年ずつ、まあ、着実にレベルアップしていけてるなっていう実感もありながら、まあ、一番大きいのはバッティングの面で、やっぱり長打力っていうものを常にテーマに持ってやっていて、まあ、そのホームランを徐々に打てるようになってきたっていうのは自分の中ですごい自信にはなっています。あ、神宮球場で国学院大戦で、はい、レフトスタンドに、はい、結構なんか低いライナー性のホームラン打たれてましたよね。はい、打ちました。あれとかは、まあ、基本的にはホームランを狙っていたわけじゃなくて、でたまたま入ったのか、それとも最近はホームランをやっぱり意識してるのかっていうのは、その辺はどうなんですか？そうですね、まあ、打席の中でホームランを打とうっていうような意識はないんですけど、うん、やっぱりバッティング練習から甘い球が来たら長打、常に長打、逆方向でも長打に打てるような練習だったりトレーニングだったり、そういうのを積んできたので、うん、昨年1年間やってきたことがあの場で出せたかなというふうな感じです。と現在仙台大学さんの打線の中では、はい、3番とかを打つ機会が多いんですかね？はい、そうですね、はい、3番、そうですね、3番ですね。打線の中で結構やっぱり大事な打順だと思うんですけど、はい、今年は何を意識して取り組もうというふうに思ってるんですか？うちのチームの、まあ、打線すごい強力だと思うんですけど、特に自分の代が結構長打も打てるような選手が揃っていて、まあ、その中で僕みたいに小柄な3番バッターという上で、まあ、やっぱり小技も使えないといけないですし、まあ、そういう面で周りが見れるようなバッティングじゃないですけど、まあ、チャンスでやっぱりしっかりいろんな方法を使って点が取れたりだとか、僕にチャンスで回ってきた時にはその相手を混乱させるようないろいろな作戦を使いながら点が取れるようなバッターだと自分でも思っているので、まあそういうところを強みにして今年1年やりたいなとは思ってます。まあ先ほどね、練習僕見させてもらったんですけど、終わった後のミーティングで、はい、コーチも状況判断がねやっぱりできるようにならないとリーグ戦が始まると難しいよっていうお話をちょっと横で聞かせていただいてたんですけど、ケース打撃ですね、あの状況に応じては進塁だとかそういうのをやっぱり3番バッターですけど、はい、意識してやっていくっていうのが、まあ、チームの方針といいますか、はい、辻本選手もその辺を意識されてプレーするという。そうですね、まあ、まずは全部全てのことをできるようになるっていうことが大事だと思っていて、まずはその全てがバントだったり進塁だったり犠牲フライだったり、そういうのを全てできるような状況で、で差し合いで全部できるけど何をするっていう風な自分の選択じゃないですけど、で監督と選手の意思疎通が行われて初めてその作戦というものが成功する確率が高くなっていくと思うので、まあ自分の中でもやっぱりその意識の中で全部確実にまずはできるようにしたいっていう思いが強いので、そうですね、すごいやっぱり
意識というかレベルが高いなって感じたのがフリーバッティングですかね、はい、あのゲージが3つあって、はい、辻本選手は一番奥で打たれてましたっけ、はい、で、あの他の部員さんのやつ見ててもまずやっぱり送りバント、はい、で進塁打、はい、っていう風に掛け声があって、はい、だからやっぱりその状況に応じてただ単に打つだけじゃなくってあちゃんと意識をして各選手が取り組んでるんやなというふうに思ったんですね、はい、もう一つあっと思ったのが、まあ、あれコーチが掛け声出してるんですかねノーアウト1・2塁とか、はいね、ノーアウトランナーなしとかって言うじゃないですか、はい、そうですね、だからそれを聞いて、まあ、選手が反応するというか状況を応じて打撃に取り組んでるっていうようなチームの取り組み、はい、そうですね、ということですかね、うん、基本的に全て、まあ、真ん中ピッチャーと対戦するんですけど、うん、まあ、そのマシンだったり手投げのミックスだったりとかっていうのがあって、まあそれでも常に試合の打席を想定してやってて、まあ数は打てないかもしれないですけどそれは自主練習でそのカバーするっていう形で、まあ中全体練習のバッティングは常に試合を想定するというような形で仙台大学は取り組んでます。初めて訪問させていただいて、ちょっとびっくりしたのが部員数がすごく多い、はいはい、で今日はこれ全員じゃないですよね。全員じゃないです、ですよね、半分もいないと思いますですよね、はい、まあ、半に分けてみたいな感じなんですかね、はい、ちょっと仙台大学野球部さんのちょっと紹介といいますか説明をしていただきたいんですけど、はい、全体で部員数って何人ぐらいいらっしゃるんですか。部員は一学年だいたい60人ぐらいで、はい、まあ、全部マックスエスロート200人超えるかな。200名、はい、200名欲しいですか、はい、その中で班とかに分けるってことですか、はい、グループピングしてるってことですか、まあ、今は A、B、C、D、 あ、 D まであるんですか。4班か E まであって5班か4班でやってるはずです。 E まであるんですか、はい、すご多いですよね。そうなんですね。じゃあさっき練習見させてもらって思ったのが本当にグラウンドを全面効率よく使って、はい、でゲージを3つ、まあ、今もねあるんですけど3箇所っていうか3人同時に打てるっていうのと、はい、その横から、ファーストのねファーストセカンド、はい、ライト方向のノッカーが1人立って、はい、守備練習も同時にやりつつ、はい、であのセカンドランナーもね、はい、あのなんていうんですか帰塁のタイミングですよ ね、 そうですね、打球判断のタイミングを測るやつを3人ぐらい同時にね、はい、されてたんでもう同時に10個ぐらいのタスクをこう回してるみたいなね、はい、外野はあのランと、はい、あのピッチング練習とかされてましたけどね、はい、なので部員数が多いなりにグラウンドをすごい全面的に効率よく使ってる印象があったんですけど、はい、それとかっていうのはやっぱ監督コーチの何ですかメニューの発案 ね、それは日々変わるんですか、それとも週によって変わるとか。まあ、基本的に、うん、まあ、バッティング練習は常にこういう形でやっていて、うんうん、まあ、バッティング、ティー、あと補助、うんうん、あと守備、走塁、うん、で走塁とバントで半分半分にしてる、うん、で5班なんですけど今はまあシーズンインに近づいてきて実践的なものが多いので、はい、走塁だったりバントを大事にしようということでこういう練習が多いですけど、まあ、冬の期間だったら、まあ、その守備走塁だったりバントをやめてロングティーの班を作ったりだとか、まあ、そうですね、時期だったりそのチームの紅白戦だったりオープン戦した上での課題を見ながら後ろの3班ぐらいが変わってくるというような感じが多いですね。そうですね、今日はあのロンティーなかったですよ、ね、はい、ロンティーとかはなかったんですけど、ネットの前で、そうですね、ネットに向かってのティーはありましたけどね、はい、そうですね、はいはい、冬の期間はロングティー強く振ることを大事にしようって計測スイングって言ってスイングスピードを測る、うん、はいはい、自分の前に置いて6秒に1スイングで全力で振って、うんうん、常に自分の全力のスイングをして出力を高めようっていう練習があったりとか、そうですね、まあ、時期に応じてだったりチームの状況に応じてまた変わってきたりしますね、うん、ああ、なるほど。仙台大学の辻本凛太郎選手、とても話しやすくてどんな質問にも丁寧に答えてくださりありがとうございます。まだまだインタビューは続きましたので続編をお楽しみに。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。